で、嘘で商売してる割には、なんかね、そういう嘘に対して結構潔癖って言うんじゃないかな。なんかそういう、いつもそういうふうな感じはつきまといますね。だからなんか、多分監督とスタッフっていうのはまた感じ方違うのかもしれないけれども、いつも現場にいても自分だけいつも一人ぼっちのような気がしてしまう。つまり自分だけは本当のこと知ってるぞっていう。走り回ってる間はね、みんな嘘であること忘れるわけですね、汗かいてると。監督って椅子に座ってるだけだから、全部眺めてるとトータルで全部嘘っていうのはもう常に見えてるわけですね。それでどうやって自分が考える本当のものを作ろうかっていうとね、やっぱ嘘に嘘を積み重ねていくと、その結果として出てくるものの方がまだ信用できるような気がするし、大体なんかそもそも自分がそんなにこう真面目にその生きてるかどうかは別としても、毎日毎日そんなにね、こう本当らしさを求めて本当に生きてるだろうかっていうとね、そんなこと決してないと思う。自分が快適であるように、望む方向にあらゆるものを見たり聞いたりしてるはずだし、特に年取ってくとそうなると思うんですけども、余分なものは見ないようになってしまうし、都合の悪いことは全然聞こえなくなってくる。年寄りって割とそういうとこありますよね。なんか羨ましいなっていう感じもするわけだけど、最終的には人間ってそういうふうになってしまうのかなっていう。割と外界の刺激ってものはそんなに必要としなくなっていくのかもしれないです。さっき言ったその60年70年かけて溜め込んだ自分の時間の集積っていうか、その中でも結構生きていけちゃうんじゃないか。傍目からどう見えるか別としてそね。うですね。それはとても僕はなんか生きていくっていうことの中身としては大事な気がして、絶えずその社会化された自分を演じなきゃならないってことが、生まれた瞬間からもう幼稚園児の頃から年寄りになるまでずっと強制されるとするとね、これたまらないんじゃないか。で、多分だから映画を見たいとか漫画を見たいとかアニメ見たいとかゲームやりたいとかいうのは、やっぱそういうあがきだと思うんですね。人間がなぜ嘘を求めるか、本当だけでは生きていけないのはなぜなんだろうかというと、もともと本当と言われてるものが実は根拠がないからじゃないか。根拠がないものを、根拠がないと生きたところでなんか演じてみせたり、そういうものっていうのは非常にこう人間をリラックスさせるんじゃないかってと思ってやってるんですけどね。新作アバロンは実写フィルムに全編デジタル処理を施している。リアルとバーチャルの境界を行き交う物語は先端テクノロジーによって可能となった。あなたどこが大変なんですか、はい、どこが大変なんですか、作る。苦労したことですいか。やいや、やっぱりそのあの映画に関して言うと、撮影した後の方が大変で、大体実写映画って撮影すると大体もうあとは編集して音を入れるだけで、それじゃなくて撮影した後でまた全部のカットを、デジタル加工っていうか、自分が考えるような絵に合わせて加工していくわけですね。で、色を抜いたりとか、こう暗部を増やしていったりとか、それでまあ要するに絵を描くような写真の上にまた修正を加えてくるような、そういう感じで全部のカットを作業したので、映画2本分作ったような、そういう気分というか、大体もう実写っていうのは潔さっていうか、現場でパッと撮ったものはもう動かさないんだっていうね。だから実際にデジタルを使うようになってから、そのアニメーションと同じように自分がいわば理想だと思うような、例えば女の人の顔なら顔に、あとで全部こう筆で描くように加えていけるっていう時にね、映画ってどう変わるんだろうか。で、それはなんか僕は分かったのはですね、自分が好きにやろうと思うとどんどん情報を減らしていってしまう。なんか付け加えていくんじゃなくて、逆に映ってるものをどんどん消していくと、自分が望む方向に絵になっていくっていうか、やっぱ多分だからその映画っていう作業は本来はやっぱりフィルムの精度が上がったり、レンズが良くなったりとか、で、色彩が非常に細やかになったりとかで、情報量がどん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 上がっていくっていう方向に向かって進んできたわけですけど、アニメーションもそうなんですけど、でも実際に映画を作りたいっていうその衝動というか、その欲望みたいな中で言うと、情報をどんどん減らしたい、情報を減らすことでしか映像をコントロールできないんだっていう、結構だからそれ
というのはやっぱり普段自分が世界に接する時の態度によく似てるんじゃないかって、できるだけその情報をいっぱい知りたいというよりも自分が知る情報を制限したいっていう、最終的にそういうような気がするんですよね。それなんか表現の本質みたいな気がしますね。だからいくら写真できても絵はなくならないですもんね。僕ね、解剖やってて思ったんだけど、解剖してるとこ写真撮ってもね、どうしようもないんですよ。分かんないですよ、何やってんだか、自分のやってることだって。なぜかっていうと雑談が多すぎるんですね。だからしょうがないからどうするかって絵にするんですよ。絵にすればもう見せたいものだけ描けんですからね。で、背景は違うよってことは分かるように描けんだから。できない、それが写真だと全部同じトーンでドーンででしょうから、なんだこれって話になっちゃうんですさっきのその中心誌みたいなので、ね。結局ある映像を見たいとか作り出したいとかいうのは、何て言うんだろう、意外とその情報っていうか、その現実に映し取ったものからいろんなノイズとか、いろんなそのレベルのその混同っていうんですかね、そういうのを全部抑え込んでてしまって、どん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 減らしていくと、多分ああいう絵になっちゃう。だからそれさっきの記憶とか物語に似てますよね。実際に起こったことはやたらややこしくて、なぐちゃぐちゃしててっていうんだけど、自分の中で記憶として残ってくるときはある物語になってスーッと残ってる、あるいはあるシーンが残って、そこではいろんな雑音が全部落ちてて、それなんか人間の持ってる表現とかそういうものの本質で、それをまあさっきの話で引っ掛ければイデアっていうふうに見る場合もあるし、だからそれが本当に現実なんだよっていう言い方もできないではないし、実際それが現実だと本当に思ってる人もいる。で、実際の世界とそういう表現の世界の大きな違いは、だからその意味ではもしかしたら雑音の違い、つまりわい雑さの違いかなっていう気もする。で、そういう意味では自然の世界ってものすごく不規則なんですよね。ノイズだらけという。そうなんですよ。木の葉っぱだって自然のものを取ったら全部角度が違って、大きさが違って形が違う。それ、あ、そらくアニメでやるときは結構揃えちゃうじゃないですか。めんどくさいから描かないとか、なんとなくそう見えるようにするとか。よくアニメーションでモブシーンっていうのがあって、その何十人かが画面の中で動き回ってるって、まあ一番大変な作業なわけですけど、だって好きに描いていいよっていう言わざるを得ないわけですね。好きに描いていいよって時に、一人のアニメーターが何人の顔を描けるだろうかって、特に興味深いっていうか面白いのは、その男が描いた場合、女の人の顔を何種類描けるだろうかって。あと男の顔は、ね、結構バリエーションをかけるにもかかわらず、女の人の顔はよくて3種類しか。それはどういうことなのかというと、結局やっぱアニメーターとか絵描きっていうのはやっぱり理想を描いてるんだって、写実してるわけではなくて、やっぱり理想を描いてるんだ。そうすると女の人の場合の方がバリエーションが少なくなるのは理解できるなって。子供とおばあさんと若い女の子で、まあおばあさん描けない人がほとんど、子供描ける人はめったにいない。それはなぜかというと、興味がないからですよね。結局絵を描くんでも、その撮影するんでも、あんま全然本質的にあんま変わってない気がする。なんかそのやっぱり見たいものしか残さない、それ以外のものは多分ノイズとして除去されていく方向に無意識に全部動かしててしまうんじゃないかって。で、絵を全部いじれるっていうのは、そういう結構な道具ができてきたところで、映画はどういうふうに変わっていくかというと、僕はそういうふうに変わっていくのかもしれない。つまり見る人によっていろいろに見えるのが映画のいいところだった。それはそれぞれ見たいところが違って、情報はあらかじめ大量に用意されていて、でそれぞれのお客さんが自分で見たい情報だけ拾って帰る。でも絵を全部コントロールできるようになると、それは油絵描くのと一緒であって、それを作った人間の、必要とするもの、その作った人間が見たいと思った角度以外のものを全部排除しててしまう。すると、そういうふうな、ね、映画の持っている曖昧さとか、匿名性っていうんですかね、どんどんなくなっていくんじゃないかって。それはいいことなのかどうかはちょっとわからないけれども。だって話を伺ってて、僕が解剖の絵描くのにそういう装置ねえかなって20年ぐらい前からこう思ってました。写真撮ってね、あと自分の好きなように直したいって、要するに漫画に変えたいわけですよね。
でそうなっちゃうとやっぱこう理想化して書いちゃうっていうようなことあるんですか。ありますよ。それは当然そういうふうにしなきゃ面白くないっていうかね、まあ何度も同じようなことを繰り返したとしてもやっぱそのたびに絵っていうのは描かなきゃいけないものなんですか。いやそれはやっぱり人に見せるためですね。あ、なるほど、うん、見せるって要するに何か伝えたいことがあるっていうことです。あの映画のそのロケ班っていうのがあるわけですけど、うん、必ずその、まあ、アニメーションでも実はやるんですけど、うん、あのここら辺を大体舞台のイメージにしようと言って、うん、そこにみんなで行って、うん、で大体みんな写真撮ったり今だとビデオ回したりとかして帰ってくるわけですけど、でスタジオに帰ってそのみんなで回してみた時に、うん、自分が見てきたものとみんな違うものを描くんですよね。見事ななんかその木とかね描いてあったにしてもなんで電柱描いてないんだっていう、うん、でその電柱の上に乗っかってるあの複雑回帰 のトランスをなぜ描かないのかっていうね、うん、僕はそればっかり実は見てたのにとかね、うん、なんてかっこいいんだろうとかね、そういうふうなやっぱり見てるものがまるで違う。もちろん作品に対する共通の理解っていうのは確かあるわけではないわけですから、最後までなかったりする時もあるわけだけど、でそれとやっぱり実はそういうなんか一旦形にしてしまうっていうか、写真とか、まあ、ビデオでも構わないと思うんですけど、で最終的には結局みんな理想を描くんだっていう、でその理想のためのいわば、まあ、土台っていうか叩き台のために現実があるだけだっていう、うん、極端なこと言っちゃうと、うん、結局そういうようなことやってると、まあ、だって現場にいつも100人とか200人とかでやるわけですけど、誰が何を作ってるのか、この絵は一体誰が作ったのかっていうよく分かんなくなってくる。そうですね。で最終的に、自分がその絵が好きか嫌いかっていう、うん、嫌いならちょっと短くしちゃおうとかね、この絵は大してそのうまいじゃないかもしれないけれども僕はとても気に入ったから長く回しましょうとかね、結構そういう意味で言うとそのずさんに作ってるっていうか、ずさんっていうんじゃないんだけども基準なんか特にないなっていうかね、でそれは実はやっぱりなんかこうもともとそういうもんなんじゃないかしら、映画に限らず、でも映画の場合はもう物理的に映ってしまう部分とアニメーションみたいに逆に全部描いてしまわなければ何も存在しない極端な例しかなかったから、そのちょうど中間の部分がまあ、コンピューター使って、まあ、出てきたおかげなんだけれども、それが結構できるようになっちゃったって、書いたものを後で省略することももちろんできるし、映ってしまったものを選抜することもできてしまう、でようやくだからもしかしたら人間が映画を作りたいとか映像を作り出したいとかね、特に考えていた理想の形がねできてきた時に、でもそれが果たして本当にいいものになるかどうかっていうね、これとっても不安なんですよ。そうです、当然本人が問われてくるし、ね、俺ってこんなものだったのかっていうね、がっかりしたのっていうね、もしかしたらその全然知らないカメラマンが撮って素晴らしい映画撮れたってのは自分のものだと思ったかもしれないけども、それって全然自分と何の関係もなかったんだっていうね、まあ、そういうようなことがね起こりうるんじゃないかなって、だからさっきお話したその記憶ってものが全部正確に残っていくとしたらっていう、あくまで家庭の問題にしか過ぎないけども、意外と人間は失望するだけなんじゃないかという、やっぱり絶えず理想の自分に近づける方向でしか世界と世界を眺めないし聞かないし記憶も残していかない、そういうふうにして最後まで死んでいくのかもしれないなって、それはなんかもしかしたら意外と悪いことじゃないんじゃないかって。と同時にやっぱそうするとやっぱ現実、それが自分の現実だとするとやっぱり現実って実は嘘のことなんだ、でも虚構のことなんだった、そういうことになっていくと思うんですよね。